鋼の錬金術師公の錬金術師劇場版公の錬金術師シャンバラを行く者劇場版公の錬金術師シャンバラを行く者は2005年7月23日に公開されたアニメ映画興業収入は12.2億円2003年から2004年にかけて放送されたテレビアニメ鋼の錬金術師の最終話以降を描くシリーズ完結編 2003年版テレビアニメと同様に月刊しかつ連載終了の目途も経っていない時期に制作されたため原作漫画鋼の錬金術師とはストーリーや世界観登場人物の設定などが異なるアニメ独自の完全オリジナルストーリーとなっている原作に準拠して2009年に制作されたテレビアニメ鋼の錬金術師フルメトルアルケミストや 2011年公開のアニメ映画、鋼の錬金術品劇の丘の聖なる星の作品世界ともつながってはいない。観客動員数は110万人、興行収入は13億円を記録。2006年1月25日に発売された DVD の売り上げは1月24日付、デイリーオリコンチャート総合部門で限定生産版が1位、通常版が3位。また、 同デイリーオリコンチャートアニメ部門では1位2位を独占し、累計で17万枚以上を売り上げた。地上波での放送前に、ワウワウやアニマックスで一度、地上波での放送後に、BSI でも二度放送され、さらに NHKBS2 や、キッズステーションでも放送された。2009年1月26日発売の、ボックスセットには、DVD の他にもブルーレイディスク版が同梱された。 これらのほか、2005年の文化庁、メディア芸術祭アニメーション、部門審査委員会推薦作品に選定されている。舞台は、パラレルワールドの1923年のドイツにある、ミュンヘン。当時のドイツでは、第一次世界大戦敗戦後のインフレに伴う、貧困にあえぎながら、それでも人々が懸命に生きていた。テレビアニメ版最終話でもの向こうの世界へ。 飛ばされたエドワード・エルリックは18歳になり、錬金術世界、アメストリスへ戻るために、ロケット工学を研究していたが、先の見えない現実に焦燥していた。その頃、エドの同居人にして、自らの手でロケットを作りたいと夢見る少年、アルフォンス・ハイデリヒは、パトロンを得て、念願のロケット製作に着手する。しかし、その裏には、謎の組織、トゥーレ教会の陰謀が隠されていた。 ある時、街のカーニバルに来ていたエドは一人の女性、ノーアに出会う。自分が触れた相手の心や記憶を見ることができるという、不思議な力を持つノーアは、ジプシーと呼ばれる非差別民族で、自分たちのことは、ロマと呼んでいた。そのことをきっかけに、エドはドイツで起ころうとしている壮大な計画に巻き込まれてゆく。それは同時に、アメストリスに破滅をもたらす危機をも意味していた。一方、 アメストリスでは13歳に成長したアルフォンス・エルリックがエドを探す旅に出る。しかし、テレビアニメ版最終話で蘇った際にエドとの4年間に及ぶ旅の記憶もなくしていたアルは、兄さんに会いたいという純粋な希望が予想だにしない悲劇を引き起こす場合もあるということすら忘れていた。引き裂かれた兄弟、シャンバラを求める者、門の鍵をなす者といった。 様々な人間の思惑と欲望をはらみ、物語の幕は再び上がる。アニプレックス、劇場版号の錬金術師を DVD、UMD 化。AV ウォッチ、2009年11月26日、閲覧。毎日映画コンクール、コンクールの歴史毎日新聞、東京国際アニメフェア2006東京アニメアワード2006受賞作品、文化庁。 メディア芸術祭10周年企画アンケート日本のメディア芸術百選結果発表日本のメディア芸術百選2012年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年12月14日閲覧劇場番号の錬金術師シャンバラを行く者文化庁メディア芸術祭2015年12月14日閲覧劇場番号の錬金術師 シャンバラを行くものシナリオブック105ページアニメディア2005年10月号の水島監督のコメントありがとうございます。